めるか決めてなかったの、あ、そうなんです。だいたいいつもいらっしゃいみたいな感じ。せーの、いらっしゃい。はい。はい、で番組変わったよね。いやいや、隣の晩御飯的な感じだったから。番組変わってないです。隣の晩御飯は多分他局です。他局、ごめんなさい。ちょっと待って、ちょっとわちゃわちゃしてます、ごめんなさい。大暴走してる、大暴走。いや、多い。あ、そう、こっちでね、コメントだけ。コメントね、あの、パソコンでも、あ、こっちでも流れてますね、広告が。ちょっとすいません。はい。びっくりしましたね、すいません。しちゃいました。もうだって YouTube 生配信はやってもうちょっとで1年ちょうどぐるっと経つんですよね。ちょうど経つぐらいだね。私も去年の10月から担当して、うんうん、最初に出た時から YouTube があって、うん、こういう感じで1年経ったのにまだこんなことをしてしまう、まだ不慣れ毎回が初めてみたいな感じ。そう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 、ね、ありますよね、なんかいつ、ま、毎回が初恋みたいな、そういう感じ。毎回がそう、初恋みたいな、はい、毎回が初恋なんです。いいね、その言葉。はい、今日の広瀬さん大好き、早速ね、皆さん遊びに来てくださってますよ。ありがとうございます。おはようございます。初めから事故ですかとか言って間違いない、初めからです。ちょっと不慣れね、すごかったんですよ。いやでもね、今日は、はい、岡本さんの、うん、ちょっとさっきの話しちゃっていいですか。してください。実は、うん、明日が三船美佳さんの誕生日なんですよ。そうね。で、あの番組の終わりに美佳さんをお迎えしてお花束と、うん、まあ、プレゼントとでサプライズをしたんですけど、そこで岡本さんが即興でハッピーバースデーの生歌で歌ってくださったんですよ。いや、私動画で見させてもらって、はいはいはい、ちょうどたまたまその時にスタジオに行っちゃったんで、うん、あの控室にいなかったんですよ、皆さんの、ね、その場に準備が、はい、あって、間に合わなくて、はい、でも歌声だけはちょっとかすかに聞こえてきてて、どうってか生で見たら、いや生でね聞いたらすごかっただろうね。めっちゃ最初そんなつもり全然なかったんで、うん、勝俣さんとか私とかで、うん、ハッピーバースデーって言ってたんですよ。もうね、2秒で黙りました。もう絶対スンってなるよね。一緒に歌うタイプじゃないんですよ。本当に、いやでも、レベチレベチです。本当にレベチです。もう歌声の響き、もうなんかあの天から降ってくるみたいな感じでした。で、才能のことギフトって言いますけど、本当にギフトだなって、まさにぴったりな言葉だね。本当に素敵でした。美香さんも感動されて、本当にね、泣いて涙が、ね、いやでもあれは一生、もうあれ以上のハッピーバースデーもこの先聞けないですよ。でも一生忘れない、本当一生忘れない。やっぱ岡本さんすごい素敵だった。できなかった。なんかもうあの景色も本当にね、お似合いでしたし、歌ってる時と旅をしてる時のギャップも素敵ですよね。そう、あのオーバーオール岡本さんの時と勝俣さん、イッシャーって言ってましたけど、ね、ちょっとイッシャーみを感じてしまう。イッシャーみ、なんかのね、私は焼きマシュマロ食べてる岡本さん大好きでした。無邪気ね、めちゃくちゃ焼きマシュマロがまた美味しそう、ね、すごい素敵な食べ物。ソフトクリームと牛と岡本さんのあのスリーショットはなんとも言い難いよ。でもずっとニコニコされてて、ね、じんときましたね、本当に。話やって、周りがビリビリ言うでしょって、本当に本物の声楽さん、画さんのね声って本当そうなんですね。いや、いい朝でした。いや本当、テレビで流れてる映像でもすごく感動、うん、やっぱしましたもん。いや、しましたね。肌にこう、なんだろう、響くというか、うんうん、感じました。いや本当にさすが世界を代表するね、うん、本当にかっこよかったです。あ、あずみです。旅サラダ見たよ。いや、ありがとうございます。本当に遊びに来ていただいて。ちょっと広瀬さんが、うん、年内旅サラダ、はい、今日がラストなんですか。ラストになりそうです。は、まあ、まだわかんないですもんね。まだわかんないですけど、一応、まあ、あの順、あの、うん、そのまま行けば、寂しい、最後の YouTube ライブ、いや年内最後だから、良いお年寄りになるわけですよね。早いね。だいぶ早いね。だいぶ早いですよ、本当にめちゃくちゃ寂しいです。だって私、ヒロさんと YouTube ライブが一番、あ、枝さんとも多いですけど、枝さんも多いね、ですね、うんうん、ヒロさん
んともめちゃくちゃお世話になってるんで、いやあのね、えだちゃんとの絡みもすごい面白いなと思って、うん、なんとかだよねとか言ってもあの、何楽屋なのここみたいな、そうそうそう、楽屋なんで、本当に楽屋なんですけど、あのまああれですよね、もうタイムカード切った後のバイトの会話、タイムカード切った後のそうあのバックヤードの会話なんだよね、そう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 、それがまたいいんだよね、嘘がない、嘘がないですよ、ね、嘘ない、まあ、100% すですから、1年も早い、まだ5月なのに、ね、嘘だ、いや本当ですよ、ハッピーバースデー YouTube ね、いや本当見ていただきたいです、見納めか、あで今日あの香港のね、ねえそう、ちょっと新しく皆さん新鮮じゃなかったですか、めちゃくちゃいいし、旅サラダボーイズです、初のボーイズ、うん、超爽やかでしたね、爽やかな笑顔、本当に素敵でした、うん、川瀬さんは香港在住で、うん、香港のプロサッカーリーグでご活躍されているし、ね、あとはモデルでも、いやモデルとしてもご活躍、ビルに思いっきり、そうえもうトップモデルの方や、そうなんかインスタグラム拝見したんですよ、おそしたら、はいはい、結構すごいかっこいい作品とかフォローしよう制作されていて見ます、うん、いやでもなんか香港で、うんうん、しかも北海道出身で、ね、そう同じだもんね、はい、ボサンコがあんなところで羽ばたいてるなんて知らなかった、グローバル、グローバルなボサンコですねね、いやそうですね、私もちょっとでも世界に羽ばたいて飛んでいけるようにね、かっこいいですよね、そうね、この方でした、すごい朝にぴったりな、なんか元気でしたよね、本当にやっぱ女の子の行く旅もすごくいいけど、男性が行く旅はすごくこうパワフルというか、まあ、豪快さもあったり、うん、食べたかったね、なんかあのパン食べてうまいとかって言ってるのもあのなんか自然な感じがいいよね、そうそうそうで、あ川瀬さんは今日はもう練習がサッカーの、ね、練習にさすがプロのプロです、ね、選手ですね、かっこいい、香港とは時差が約1時間なのでマイナス1時間か、じゃあご出演されてた時はちょうど朝7時前だったんですかね、7時前後ですかね、うわ忙しい、はいはい、朝ね日本のテレビにちゃんって出てちゃんって気が出てから練習に行くんでしょ、素敵やー、素敵やアズマルメロメロ、いや本当に良かったです、本当に香港でこれ今行きたいです、あ、じゃあちょっと香港の旅、はい、いいですか、ちょっと、うん、行きましょう、ぜひお願いします、頑張って、私香港実は2015年に行ってるんだよ、あ、ね、どうでした、あのすっごく楽しかったし、でもあの旅サラダガールズになって初めての、はい、本当に初めての旅だったんですよ、一番最初の香港だったんですか、そうだから、ものすごい緊張の中で、はい、ちょっと 100% で楽しめてない自分が正直いましたね、まあまあまあね、お仕事ですもんね、だけどやっぱりあの時行った風景とまたちょっと違うのかなと思います。今日映像見てて、なんかあの島とかすごく素敵ですね。めっちゃ遠いよね。なんかそう香港で今あの週末、はい、こう離島に行く旅が流行ってて、サクッと行けるじゃない。はい、日帰りでも行けるし。からすぐ近くで、ですごく人気があって、ペ、はい、ンチャウ島はね今あの、まあ、すごくのどかな風景が広がっているんだけど、アートプロジェクト、アートプロジェクトが結構盛んで。あね、いろんな、コンテンポラリーというか現代アートがたくさん街の至るところにあって、っだからあの日本で言うと直島とか、うん、あそうそう、ね、私も直島みたいだなと思ったみたいですよね、瀬戸内海のなんかそれぐらいの規模感で、うんうんうん、でもなんか海外らしさもあってすごいアーティスティックで、ね、めちゃくちゃ行ってみたいです、そうレポートも上手でしたよね、あレポート、うん、上手だった、でここでですねその川瀬さんが召し上がっていた、はい、朝ごはん届いております、そう日本で楽しめるとは、はい、日本にいながらでね、あの日本でもこれあの どこでしたっけ、ファーストキッチン、ファーストキッチンに言っていいのパン名前何でしたっけ、パンのちょっと待ってね、あのベーグルみたいな、あのバターボーロイヤル、ボーロイヤルをねちょっと朝一で買っていただいたんです、本当にありがとうございました、エクターの方が買ってくださいました、パッキンで香港風メロンパンで売ってます、あメロンパンっていう名前で売ってるんですか、あの日本では、あ日本では、あメロンパンなんですか、でもメロンパンのようにこう生地がちょっとこうサクサク感があったり甘いっていう風に
言ってた、川瀬さんは。とりあえず食べましょうか。とりあえず。いいな。嬉しい。嬉しい。でね、ゆうよんちゃんもこれ。そうそう、ゆうよんちゃんっていうのが、コーヒーと紅茶を1対1で、こう混ぜて、そこに練乳を。うん、コーヒー、練乳を。じゃあちょっと。紅茶ティーバッグです、あ、紅茶ティーバッグで、これポットなんですよ、こんにちは、スマルさんがね作ってくれるからね、はい、じゃ作りますね、ユーヨン茶、コーヒーと紅茶を1対1で、ありがとうございますっていう風に、本当にね、ありがとうございます。なんかそう、香港のコロナ事情はどうなんだろうっていう風なコメントいただいてるんですけど、今はその割と新しい感染者の方がそんなに出てないっていう風に聞いています。そうなんですね、うん、ちょっとひろしさんの分もお湯入れちゃいますね。感染症対策はしながら皆さん旅は、まあ、外に出かけたりとかお食事行ったりとかは楽しんでいるそうです。なるほど、うん、もちろんマスクはね着用してますけど、早く本当香港はもうなんか、ね、近々行けるようにならないかなと、ね、本当に日本もね近いしね、日本からもよして、これでじゃあ、はい、ありがとうございます。コーヒーの方に紅茶入れる感じ。なるほど、お、なんか実験みたい、実験みたい見えますかね、こっちにあの紅茶、こっちコーヒーです。そうです、お見せしたいけどな、ちょっと難しいね。紅茶を入れますね、はい、お願いします。どんな感じなんでしょうね、初めて混ぜて、なんかベトナムコーヒーみたいな感じってね、言ってましたね、川瀬さんが。で、そうですね、ラドラーが必要でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、お先に練乳をお入れください。はい。あ、ちょっと待って、まだ混ぜられてなかった。あ、こういけばいいか。あ、どうぞ、先にどうぞどうぞ。ミルク？ミルク いっちゃってください。あ、ごめんなさい。ちゃんとね、アクリル板が、ね、ありますから。こ、うん、物理的なね、距離がね。そうなんですよ。え、どれぐらい入れたらいいんだろう。私さ、適量、練乳ってあんまり食べたことないかも。え、本当ですか、うん、あんまり使わない。まあまあ、そのままでも全然ない。VTR の色ぐらい。あ、結構入れてません。え、でもちょっとにしてみた。まあ、もうお好みで。お好みで。まあ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 。おい、私的にはこのぐらいで、ね、多分分かんない、ちょっと見えないよ。あ、これぐらい。あ、私ちょっと結構入れちゃったかもしれないです。うん、見えるかな。これぐらい見えないな。ちょっとですね。見えない。一瞬ね、前のめりに。はい、こんなもんで。いい色だね。いい色です。いい色です。じゃあちょっとユンなんです。ユンヨン茶。ユンヨン茶、いただきます。いただきます。あの結構入れてもいいかも。全然いいですね、練乳を。私の料理でももうちょっといけるかなって感じ。いけるかな、はい、いっちゃおっか。いっちゃいますいきましょう。これは色だってミルクティーぐらいまで入れてたから、ね、結構入れてましたよね、うん、確かに入れた方が美味しいかも、うん、なんかでも今回このお砂糖が入ってる練乳を使ってるんですけど、うんうん、ほんまではその無糖の練乳を入れて。そうなんですよ。なんであの甘さはそんなにね、控えめ、はい、控えめな感じなんだと思います。うん、新しいよね、なんか紅茶とコーヒーも。あー、もう美味しいわ。あ、美味しい。超美味しい。ハマった。ハマりましたね。やっぱ量しっかり入れないとですね。うん、あ、これ美味しいわ。なんかでもやっぱり紅茶が入ってるから、うん、ベトナムコーヒーよりも、うん、もうちょっとあっさりしてない。そう、なんかお水多めというか。うんうん、お水多め。なんていうか。お水多めね。お水多め。なんとなくわかる。わかります？そう。うん。でも甘さはすっごくね、ちょうどいいですよ。結構入れても全然いいぐらい、うん、で、コーヒーの苦味もあるけど紅茶の飲みやすさもあって。確かに、うん、本当に。で、ちょっとミルクティーっぽい味わいもあって、うん、なんかめっちゃ飲みやすいです。飲みやすかった。私正直コーヒーは得意じゃないんですけど。ああ、じゃあそういう人にもめちゃくちゃ飲みやすい、これ、うんうん、
いいですね。ちょっとじゃあ一緒に四、四茶と一緒にボーローヤウもいただきましょうか。本当にありがとうございました。買ってきていただいても ありがとうございます。あったかいのかと思ったら意外と冷たい、ね、あ本当にメロンパンだ。おほんまやほんまや。あかわいい。ええメロンパンにバーチャーが挟まってます。これすごい。えちょっとさ、はい、ちょっと見てください。どうぞどうぞ、よりでどうぞ。これすごいね。今日のあの何でしたっけ、あの中継の、はい、あマシン、あマトリシオ、マトリチオ、マトリソ、マリトッツォみたいな感じなんだけど、これはバター。バターですね。バター、店によって違う。いただきます。これ温めずにも食べちゃうものなんですね。冷たいもん。いただきます。いただきます。現地ではあったかいパンに分厚いバターをドンって挟んですぐ食べるって感じ。うわぁ美味しい。バターのしょっぱさと、メロンパンの生地の甘さが甘じょっぱくて、いい具合に融合してる。うわこれもう、うわぁ背徳やなぁ背徳の味。でも、あれさ、あの川瀬さん VTR でさ、食べた後に、おいしいみたいな感じでやってたじゃん。出るの分かるよね。なります、うん、なんかもうね、ああ美味しいっていう気持ち、うん、うんうんうん。でも結構こっちがしっかり甘さがあるんで、うんうん、このユンヨン茶と、うん、そこっちを練乳少なめにしてあげてもバランスいいかも。そうですね、だからこっちだけで完成を求めるよりも、うん、組み合わさった時の甘さのバランスで見るような、うんうん、マリアージュこの組み合わせで考えた方がいいのかもしれないです。今ね、私とアズマルは、はい、あの2人とも口角に砂糖がびっちりついてます。もうね、ここガラス真っ白口角真っ白本当にめっちゃ美味しい。これ美味しいね。休日の朝ごはんとか最高。そう、あの香港ではね、朝ごはんみんな外で食べるんですよ、うん、割とその文化めっちゃいいですよね、うん。行きました？結構その2015年に行かれた。2015年の時は、うん、私チャンチャンティーはしたことがなくって、うんうん、食べたことがないというか、うん、行ったことがないんですけど、うん、あの香港の麺にハマって麺、うん、本当にああいうなんとか飯店みたいなところで、うんうんうん、もうシンプルな、え、そうめん的な、あ、そうそうそう、そうめんでもなんか酢ラーメンみたいな。酢ラーメン、本当に鶏ガラで取った透き通ったスープの中に細い香港麺が入ってるようなシンプルな麺なんだけど、すんごい味わい深くて美味しいの。めっちゃ美味しい。で、結構それをみんな朝に食べたり、あ、おやつに食べたりとかしてるみたいで、やっぱ香港美食ですね。え、川瀬さんがアズマアナの食リポめちゃくちゃ勉強になったと言ってたって。ちょっと待って、恥ずかしいです。だってすごい、でも川瀬さんの食リポすごい細かく伝えてくれてたから。そうですよ、川瀬さんの食リポもとっても素敵でした。従ってない。え、歯がいらない。歯茎で食べれるとか言ってましたよね。歯茎で食べられるみたいな。そうめんだっけ、あ、歯茎で食べられたもなか、あれを見て食リポ上手だなって。ちょっと川瀬さん大丈夫かその判断基準はちょっと私は逆に心配です。そこ目指さない方がいい。食リポにおいてはアズマ目指さない方がいい。お伝えください。いやでも、本当に歯茎で噛めそうだな。新しいよね、歯いらないんやん。歯いらないの先が歯茎で噛める。その先で、その先は飲める。歯茎で味わえる、飲める。そうそうそう、飲める。母さん勉強になりました。いや、歯茎で潰していく。それはシマウマ。潰す系は装飾よ。じゃあ今度めっちゃ赤になったら草食動物でも食べられるって言った。なんか
嫌だね。なんか嫌よね。グリーン、グリーングリーンしてそうよ。ちょっと違う。すごいすりつぶしてそうで。なんかね、でもベンチャー島行ってみたいなと思いましたよ。いやそう、ベンチャー島行ってみたいです。本当に、ね、え、香港は行ったことある？いや、ないです、ないです。あ、ないんだ、はい、あら、じゃあぜひね、ちょっとこれは、いや、もう全部美味しそうでした。あのエビの、あの、うんうん、炊き込みご飯、あのもち米のね、上にエビが乗ってて、あれもベンチャー島の郷土料理。いや、あ、そうなんですね、やっぱシーフードが美味しいみたい。やっぱ海が近いから、うん、え、私あれがめちゃめちゃ美味しそうだったの。アワビとカボチャを揚げてあれなんですか、あの卵の黄身が。アワビ揚げるって、え、アワビって、はい、揚げたアワビってもう天下一品。え、ちょっと待って、揚げたアワビ経験者ですか？経験者。ちょっと待ってください。でもああいう風にほら黄身、卵の黄身をすりつぶしたものかけるって なかなかないですよね、うん、日本では食べないじゃないの。ないないないです、ないです。だから本当に美味しそうだった。食べたい。でもやっぱ香港グルメって、うん、あんまりこう日本では食べられないような美味しい食べ方を、はい、がたくさんあるから、うん、すごい楽しかった。めっちゃ行きたい。これ馬にぴったりじゃないですか、うん、そう、これはまにぴったりのシーン、ぴったりじゃないですか。あの、韓国のね、セフトン国局さんとかに、ね、そうですね、アピール、うん、しっかりよろしくお願いします。ちょっと、あの、はい、あと5分ぐらいなんですけど、え、もう、ね、早い早い。ちょっとね、ほんとだ、あのね、今、そうめんもあるんです。はい、歯茎いらない。こっちは歯茎いりますから。歯茎、歯茎も歯も歯茎はいるね。歯茎も、すいません、ちょっと上から失礼します。はい、すいません。これさ、ほんと見た目が可愛いよね。そうなんです、ね、こんな感じで五色展開。おつやもどうぞ。あ、ごめんね、はい、ちょっと召し上がりください。ありがとうございます。あのね、そう、いつもコレうまのご飯は、はい、あのその後が私の出番なので落ち着いて食べられないんですね。そう、いつもそれをね、おっしゃってください。そう、本当はね、もっと食べたいんだけれども、そう、バクバク行きたいところを、そうそうそう、ね、セーブしてるんでね。いや、でもこれ本当にちょっと面白くって、うん、じゃあさっき美味しそうですねって、ね、そう、見てこれ、ほら、超色鮮やかでしょ。かわいいんですよ。そうめんってなんか白い麺の中にたまに赤とか青とか混ざっててちょっとテンション上がるなっていうのあるんですけど、わかる。もうこれ全部がほら、うんうん、ほら、しそとか、ね、私ね、しそが美味しかった。そう、しそ推しですね、しそんぬ。私でも結構カボスも好きです。しそなんですよ、しそんぬ。しそどうしたんですか。美味しかった。しそハマっちゃった。ちょっと変えたらいいよね。これでも他のおつゆもすっごく美味しくて、いただきます。うん、おつゆが美味しいよね。うんうんうん、美味しい。このツルツルさがいい。本当に本当にツルツルしてる。本当にツル、ね、なんか、ま、そうめんたくさんありますけど、三輪そうめんの特別やっぱり、うんうん、ツヤツヤですし、本当にね、噛み応えもあって美味しいんですよ。美味しい。で、私が食べた時はあのおつゆが3種類あって、うん、トマトのおつゆとくるみとごまのおつゆもあって、うん、くるみとごまめちゃくちゃ美味しいんですけど、ね、トマト、いや、めっちゃあれも食べて美味しいんです。で、なんかトマトのおつゆもちょっとこうピリ辛な感じで、あれにつけるともうあの冷製パスタみたいに食べられる。ピリ辛なんだ。そうなんですよ。なんかあのトマトの麺だったしね。麺にもトマトの風味がさ、トマト麺&トマトつゆだった。もうめちゃくちゃトマトです。もう美味しいです。なんかさ、お蕎麦でくるみだれってあるじゃない、せいろとかあるじゃない。だけどそうめんでも美味しいんだと思って、もう全然美味しかったです、ね、だからそれをね、本当にいろいろ組み合わせを楽しめるっていうのがいいね。新しい発見がある。本当そうめんいくらでも食べられちゃう。わかる。やっぱね、うん、暑い時は食べたくなる。うん、うん、そうめんの100杯ぐらいいけそうです。本当に本当にツルツル。コメント来てますか？あ、アズマルの麺類だとワンコそばを思い出す。やっぱね、私もね、このノールックワンコっていうね、品が出たんですよ。
ノールックでね。そう、はい、かっこよかった、はい、もうあの前しか見てないんで、前しか見ない、はい、もう振り返らない、はい、見ない、脇見ちゃダメなんです。前しか見ないでこうワンコを食べてって、ただただ、あれはすごかったね、高みを目指すっていう、はい、まあ、そうめんはじっくり味わって、はい、そうですね、こっちはまあいろんな種類もあるので、はい、味わうことに専念しました。あの挑戦したい麺類があれば、あ、そうですか、うんうん、全然アズマに挑戦したい麺類があれば全然いつでも、はい、そうだね、麺類大好き、台湾ラーメンとかいいんじゃない台湾ラーメンだけど、でも辛いやつ辛いのちょっと入りきらない気がしますけど、海外にもあるんですかね、そういうなんか食べまくる的な文化って。アメリカがやっぱり発祥だと思ってて、ホットドッグとかだと思うんだけど、でもどうなんだろう、アジアとかでもありそうだよね。ありますかね、なんか上海ガニとか。あ、え、そんなん、なんか最高や、なんか唐辛子とかあるけどね。唐辛子はちょっと、え、それ辛いやつですよね、もちろん。本当にバーってかじって、あ、すまるそこで振らないでくれるそれはちょっとな、まあまあまあ、でも人生今日経験ですからね、経験だね、経験して強くなりたいです、うん、そう、みんな強くなっていくからあのガールズたちはそうですね、そうだよ、いろんな経験をされてきましたもんね、はい、うん、いやでも年内がなんかねもう最後になっちゃうのめちゃくちゃ寂しいです、はい、いやね寂しい、ね、また来年、絶対来年、ね、また来年こそはそろそろ海外にもね、そうですね、行けるようになっていてほしいです、旅立てる日が来てほしいですね、うん、本当に、うん、その時は本当に、まあ、でも香港は一応渡航はできて、うん、あの PCR 検査をしっかりと受けて、うんうんうん、ワクチンとね打っていれば隔離も、14日間、うん、待機すれば、あ、そうなんですね、いけます。じゃあちょっと日本でもうちょっとそうですね、落ち着いてから行ったらいけるかな、うん、はい、いけると信じて、次は美和さんのも最新の旅の情報を聞きたいなと思うので、はい、ぜひ旅に行って来てくださいま。そうですね、あの最近あすまるちゃん、はい、インスタグラムを、そうなんですよ、うん、あの実は7月ぐらいにインスタグラムを始めまして、あすまるかのインスタグラムもぜひどうぞよろしくお願いいたします。あのお願いします、はい、ツイッターもやってるので、はい、あのお願いします親のような気持ち嬉しいです、本当にね、だから寂しいです本当に。そうですね、来週は誰だっけ、来週は、どなたですかね、ハワイでしたよね、あれハワイだった、あれ違う、世界一周ライブツアー、ふーちゃん、そうそう、あ、ふーさんですか、あ、またパワフルな方がいるし、南風ちゃんですよ、ふーさんと生放送怖いないやいや、あ、そうですよ、最後やっぱりこの締めは、うん、あのちょっと待ってください、このそうめんの舞みたいなのをしていただいてちょっと締めたいなと思いますそうきますか、はい、そうだった、もうそうでした、ふーさんとの怖いなとか言ってる場所なんです、ひろさんの方がよっぽど怖かったんですよ、ちょっとまるまるクリニックみたくならないよ、何ですか、まるまるクリニックみたくならないよ、どういうことですか、そうめん、そうめんですね、はい、即興でちょっと難しいな、場所がね狭いかもしれないですが、じゃここのね、ここの、はい、はい、じゃあお願いします、はい、そうめん、そうめん、みわそうめん、ありがとうございました、素晴らしい、この短い時間の中で、はいはい、よくやりきった、画面の中で死にそうな顔してました今日のね、小野さんの歌声とかいろんなインスピレーション感じての、うん、今の私はそうめんの前に、今そうめんの前、ちょっとそうめんがソプラノの音がなんかこう響いてましたよ、怒られますはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、来週はまともに、はい、頑張ります、はい、はい、ふーちゃんの旅も、はい、ふーさんとも、はい、お楽しみに、じゃあね、バイバーイ。